はい、アイランドオクトリーのルカポットでございます。全国一般人常識チェックということで、私の常識をチェックしていきたいなというふうに思っております。まあ早速やっていきましょう。クリア数が120問題があるってことなので、リコーダー刺身と なかなかなラインナップが揃っておりますが、まあ60ずつやって前編後編みたいな感じでいきたいかなというふうに思っております。まあまずはステージ1リコーダーちょっと待って、マジでソプラノリコーダーの死の運指はどれ、待って、ちょっと待って、これどうだっけ、これがどか C がどか、いや A だと思うんだけど、いや覚えてねえリコーダー。 A いきます。ガッミスった、マジで。じゃあ B やばいやばいまずい、じゃあ D か。 C は俺どど通ってんだけどダメだ、いきなり最初からこれがしかわかんないよ。正解はしてリコーダーの授業を小学生の頃に受けましたまあ受けたかな、受けましたけどね。アルトリコーダーと混ざってんのかな。一番高級な魚の刺身はどれ、 B がフグっぽい、 C が甘エビか、 D がマグロ、 A がサーモン。フグ高そうだけどな、一番これなんかあれじゃないの、引っ掛けにご注意ください。俺 B だと思うけどな。正解なんですね、じゃあ D かな正解なんだね、じゃあ C なのかな、あー C ですか。正解は C の白アマだよ、甘エビじゃなかったわ。A はサーモン、 B はフグ、 D はマグロ。うん、分かったけど、あ、分からないところを出せみたいなところだったのかな。白アマダイね、甘エビに見えたんだけどな。むずくないこのゲーム。スジさん、ヘチマはどれ、キュウリ、ズッキーニだと思う。これがなんだ、ヘチマ C か、 C か B だと思う。おー、よかったよかった。正解は C、 A はキュウリ、 B はトウガン、 C はヘチマ、 D はズッキーニ。ヘチマのたわしなどを見たことがあるかと思いますが、他の3種と同様加熱して食べることもできますよ。料理のさしすせその C は何、塩ですが、A か B で、砂糖っぽいか、 B はさすがに A か。あー、よしよしよし、正解は A の塩です。 B は砂糖、 C は醤油、 D はマヨネーズです。一般的に塩よりも砂糖の方が粒が大きめとはいえ少し意地悪な問題でしたね。ロシアの国旗はどれ、まあ、B か D なんすよ。横島です、はい、それは知ってもほぼ横島じゃねえかよ。 B か D なんだけど、 D だったかな、怒られちゃうかもしれない。あー、よかったー。世界より上から白、紺、赤で覚えましょう。確かになんかと逆だったよね、フランスと逆だっけ、わかんない。結婚式で2枚を包むときにふさわしいご祝儀袋はどれ、はあ、へえ、わかんねえ。結婚式出席してないです、 C か D だと思いたいけど C、 ブー、じゃあ D、あー、じゃあもう B、 あー B でした。正解 B、 A は論外の茶封筒、 C はさらに高い金額を包み時用の高価なご祝儀袋、 D は結婚式には不向きな蝶結びの袋です。あ、蝶結びはほどけるからダメみたいな感じか、なるほどね。ステージの正しいモナリザはどれ、 D 目つき悪いな、 B か D、 C なんだけど、まあ C だな、B は寄り目みたいなってもんな、さすがに C だよな。ああ、OK、正解は C、 目線と口元がポイントです。ステージ8、数の子はどれ、これは C ですね。正解は C、 A はリンゴ、 B はタケノコ、 C は数の子、 D はタラコです。黄色くてプチプチなお正月の定番ですね。
ステージ9、アライグマはどれ？これ A じゃない？ B が分からんけど。え？いや B か？ C レッサー、いやー A だと思う。あーよかったー。 B はタヌキなんだ。で C はレッサーパンダ、 D はハクビシン。顔の中心の黒い一本線が目印。あーあれか。色の三原色をすべて混ぜるとどの色になる？まあ、これは黒でしょ。正解。世界 B、 色の三原色はシアン、マゼンタ、イエロー。それらをすべて混ぜると黒色になります。白色になるのは光の三原色です。あーなるほどね。まあ大体色のカラーのやつ全部バーってやると黒になるもんね。彫刻、手はどれ？うわー知らねー。 B、 もう当てずっぽうですよねこんなんね。 C かな。正解。じゃあ A なのかな。あー正解は A。 高村光太郎がいいのかな。1918年製作した手というチョコがブロンズでできています。ヒラメはどれ？これだね。カレーで A でなんか A だと思うんだけど、まあ C だね。これは大丈夫。正解は C。 カレーはおちょぼ口ですが、ヒラメは歯も発達していてより強そうな顎をしています。そうなんだね。この魚はどれ？ミノカサゴ、クマノミ、マンボウ、シモクザメ。ハンマーヘッドシャークで、ヒルガエル、車の魚、マンボウ。マンボウもっとなんか違うだったと思ったけどな。あーあってたよかった。正解 B。 反射、水を汲み上げる水車、ひっくり返った車輪という意味。反射であってるか分かんないけど、マンボウの車輪に似た姿から。あーなるほどね。フランソワ・ミレーが描いた絵はどれ？うわー、お地方広い、水を汲む、なんちゃらなんちゃらかんちゃら、 A。 分かんない。あー合ってた。正解 A、 お地方広いです。のどかな田園風景に見えますが、実は貧しい農民が収穫の終わった後に残ったお地方を拾わせてもらっているところを描いた絵画です。お地方でいいんだっけ。クロード・モネが描いた絵はどれ？クロード・モネ、わからん。なんかなんとか、わかんねえや。もう適当なこと言うのやめよう。 B か C だと思う。じゃあ C。世界史、クロード・モネが1899年に描いた水田の池に架かる橋という絵画です。わかんねえ。ウユニ塩湖はどれ？ A、B、C、D。 ウユニ塩湖名前は聞いたことあるけどな。 C。 正解。おーし、正解は C。 鏡のように反射する湖です。南米のボリビアというところにある観光地としても有名な場所です。カンコドリはどれ？ハト、ウグイス、イン、A、タブ A。 よー、初期法。 A はカッコ、 B はハト、 C はホットドギス、 D はセキセイ。カッコとカンコドリ、音が似ているかとからかと思いきや、鳴き声が物寂しいというのが由来。そうなんだね。カッコがカンコドリなんだ。ゴッホの自画像はどれ？ゴッホ、 D。 なんか D のイメージがあるけど。あー合ってた。世界リー、ゴッホは1886年以降のフランスにて、フォービスムやドイツ表現主義など20世紀の美術にも大きな影響を及ぼした画家です。焼き加減、ブルーはどれ？うわー肉屋だけど俺ブルーわかんねえぞ。なぜ青いかっちゅう話やんよな。レア、レアからどんどんいって、まあミディアム、レア、ウェル、ミディアム、ウェルダンみたいな感じだと思うんだけど、青みがかってきてんのはウェルダンの方だよね。じゃあ D 行ってみるか。正解。じゃあ逆側、あーレアの方なんだ。 A はブルー、 B レア、ミディアム、ウェルダン。あーレアの1個前なんだ。ブルーは初めて知った。そうなんだ。肝臓はどれ？い、肺か、レバー、レバーっぽいな。 B。 よっしゃ
肉屋の知識だよ。 A は建造、肝臓、建造、肝臓、E、水槽かな。緑の部分が胆のうだと分かれば見分けられそうです。レバー、レバーっぽい形で答えたわ。一番高級な箸はどれ。いやー A でしょこれは。あーまあね、結構 A。 A は輪島の漆箸でいいのかな。 B は百均に売っている箸、 C は観光箸、 D はプラスチックの箸です。地獄のダンテとウェルギリウスという絵画はどれ。地獄のダンテ、彼岸だろ、遊戯王の彼岸だろ。じゃあ B だと思う。じゃあ分かんない、 D だと思う。じゃあもう分かんない、 A だと思う。C でした。分からんよ絵画は。正解は C、 ウィリアム・アドルフ・ブグローの代表的ダンテの神曲かな、神曲、地獄編から題材が取られた。地獄において憎しみ合い戦っているスキッキとアポッキオを背後のダンテとウェルギリウスが見物している場面です。あー後ろで見た、あー本当だ、そういうことか。 C の部分が邪魔ですよ。またそのさらに後ろでは翼の生えた異形が見物する2人を眺めています。この作品でローマ賞を受賞、出世作となりました。これだけ見れば確かに遊戯王のあれっぽいわ、悲願っぽいわ。ラクロスをしている様子はどれ。ラクロスは B かな、クリケットだしゲートボールっぽい、わかんない、野球だと思ったら多分 B。 A は野球、 C はクリケット、 D はゲートボール。あー OK、 あったね。パセリはどれ。カイワレ、あ待って、パセリ、セロリだろこれ。 A か C なんだけど多分俺は A だと思ってるんだけど、イタリアンパセリっぽいんだよな A が。まあ、パセリでは合ってると思う、 A か C。 あー OK、 正解は A、 B はセロリ、 C はクレソン、 D はカイワレ大根。パセリも食べてこそ一流。1025、初めに見ると縁起がいいとされる鳥は、一富士、二鷹、三なすび。じゃあ C。 OK、 正解は C、 上昇していく鷹は高いの語呂合わせから出世、運気の上昇の縁起物とされています。ミーが表す干支の動物はどれ。ねえ、ウシ、トラウ、タツミ、ヘビ、ヘビ、え違う、ミじゃない、羊か。あーよかった、セガリミと呼んで羊を表します。よかった、これなんかすごいよかった。ステージ27、ヒョウはどれ。トライガー、ねえわかんねえ、 B か A だと思うんだけどな。これトラでチーターじゃねえの、っぽいけどな。正解、じゃあ A。 あーよかった、正解 B はチーター、 C はジャガー、 B がチーターか、 D はトラ。唐揚げじゃないのはどれ。D じゃねえの。D じゃねえの。あーよかった、正解は D、 D だけ唐揚げじゃなくバカ。どんな問題、どんな問題。ラグドールはどれ。悔いのないよ、一番可愛いと。もうヒントじゃねえよ、わかんねえ、俺 C が好き。あーダメでした、じゃあ A かな。あーよかった、正解は A、 ふわふわした毛並みが可愛いですね。ちなみに B は珍しいオッドアイの猫です。猫なんだ、オッドアイのね、はい。本物の化石はどれ。琥珀だから A じゃねえの。正解は A は琥珀、 B はグミ、 C はビーフジャーキー、 D は石ころ。琥珀は大昔の樹木の樹脂の化石です。たまに小さな虫が埋まっていることもありますよ。まあ、これはゲームやってると結構出てくるよね。コントラバスはどれ。コントラバスは A かな。あー D っぽい、あぶねえ、よかった、 D はチェロか。
正解は A、 形はほとんど変わらないですが、全長170センチ、200センチ程度もある大きな楽器です。夜景と呼ばれる絵画はどれ？C かな。 A っぽいような気もするけど、夜景には思えないよな。あー、よかった。正解は C、 1642年にレンブラントという画家が描いた絵画です。哺乳類ではない生き物はどれ？サメかな。正解、正解し、サメです。 A はシャチ、 B はイルカ、 D はクジラです。サメだけエラ呼吸をし、卵から生まれる魚類です。一番小さいのはどれ？ A が月だから多分月、木星で火星とかじゃね。おーし、 OK、 正解は A、 夜空に見える月は大きく見えますが、実際の大きさは直径約3470キロで、地球の1/4、太陽の400分の1ほどしかありません。大きい順だと木星、地球、火星、月です。バランは A ですね。正解は A、 A はバラン、 B はプラスチック容器、 C は雑草、 D はポイです。お弁当の敷きに使うあれですね。紅茶はどれ？ A だろうな、さすがに A だよな。正解は A、 B は緑茶、 C はほうじ茶、 D はジャスミン茶です。ジャスミン茶以外は同じお茶の葉からできるってご存知ですか？知ってます。熟成具合とかそんな感じだよね。ステージ37は空中都市マチュピチュはどれ？ D です。万里の長城、うん、万里の長城知識をね見せびらかそうとしてね、分からなかったですね。世界 D、 マチュピチュはペルーにある世界遺産です。中国の世界遺産じゃないのはどれ？これなんか違ったはず。モンゴルとかじゃなかった？わからん。正解、わかんない。じゃあ D。 あー、正解 D。 D はシギリアというスリランカの世界遺産です。シギリア。高級食材フカヒレはどれ？これですね、タケノコ、クラゲと、これもクラゲっぽいけどな、中華クラゲっぽいけど。正解、 A はクラゲ料理、 B はタケノコ、 C はクラゲ、かっこいい生き物です。でも合ってたね。ステージ40、一番高級なバッグはどれ？まあ A なんじゃないの、革は高いんじゃねえの。正解、正解 A、 クロコダイル側のバッグです。その革は合成皮革、布製のカバン、合成皮革でいいか。シュークリームのシューの意味は何？キャベツです。正解は B、 可愛らしいシューという響きですが、フランス語でキャベツを意味します。焼きたてのシュークリームがキャベツに似ていることから名付けられました。シューファルシとかね、ロールキャベツ言ったりする、食撃の層まで習いました。ほうれん草はどれ？ほうれん草は D かな。チンゲン菜、C 怪しいけど、さすがに D だよな。ここがなんかちょっと小松菜か。 A はからし菜、からしの葉、 B はチンゲン菜、 C は小松菜。一見同じように見えますが、茎と葉の形で判断できます。普段料理をしない人に A は難しかったかもしれません。なんかこの根の部分が紫っぽいっていうか、ピンクっぽいのがほうれん草かなって思った。キャビアはどれ？海ぶどう、わからん、クワの実、キャビア。正解は D、 A は海ぶどう、 B はトンブリ、なんか模造品だっけ。 C はブラックベリー、ブラックベリーか。トンブリ秋田の名産で、別名畑のキャビア。へー。世界で一番高い建物はどれ？あ、ブブンっつった。あー、これだと C だと思ったけどな。ドバイ、いやー B だっけ。ここの橋見覚えがあるぞ。 C か B。 あー、じゃあ B だわ。正解は B、 ブルジュハリファで 828、 A のオスタンキノタワー 540、 C の上海タワー、 C タ上海タワーなんだ、 632、 D のエッフェルトは324。タッセルはどれ？
かんねえ、タス。カーテンにもついてる。じゃあ B なんじゃない？ああ、合ってた。布の終わりの部分に取り付けられる装飾品。カーテンにもついてる。らっきょうはどれ？ B だよな。さすがに B だよな。ああ、よかった。A は玉ねぎ、B はらっきょう、C は長ネギ、D はニンニクです。まあ、ちょっと危なかった。オーバルブリリアントカット、オーバルブリリアントカット、はあ、 C か D だと思って、まあ D 正解。じゃあ C いく。正解は C、 宝石を楕円型にカットする手法の名称なの。48、灯籠はどれ？ D かな。正解は D。 A はボンボリ、 B は提灯、 C はアンノン、 D は灯籠です。神社やお寺でよく見ることができます。ミレーが書いたオフィリアはどれ？オフィリア、あ、じゃあ C。 正解は C。 シェイクスピアのハムレットを題材にした作品です。川で溺死するオフィリアを描いたもの。この絵のモデルを務めた女性は何時間も風呂に浸かったために風邪をひいてしまったというエピソードが残っています。そうなんだ。上座はどこ？うわー、ちょっと待って、上座は多分 D だと思う。あー、よかった。こういうの超常識もやめてほしい。正解は D。 基本的に出入り口から一番遠い席が上座です。そうだよね。51、里芋じゃないのはどれ？ D だな、普通の卵は。OK、正解は D。 ABC は里芋、 D はうずらの卵です。楽勝ですね。2024年度発行予定に1万円札に掲載される人物はどれ？聖徳太子じゃないよね。なら C なんだけど。誰だっけ？渋沢栄一だ、そうだ。A は福沢諭吉、 B は聖徳太子、 D は織田信長。渋沢栄一だ。ゴッホが描いたひまわりはどれ？ B。これはもうコナンとかでもね、映画やってましたもんね。B 以外は一般の方が描いたひまわりです。一般なんだ。一番高価な動物。何高価な動物って。俺ペンギンだと思うんだけどさ、値段つくの？なんかここはつくんじゃねえかなって思うんだけど。わかんねえ。じゃあ C か。じゃあシャチか。正解。シャチ1億円すんの？ペンギン1200、カバ600、カバ安いんだ。イルカ1180。シャチ1億すんの？どういう取引？動物園とか？いや、動物園じゃねえよな。水族館とか。水族館シャチ？あ、いるか。マジか。カツオじゃないのはどれ？まあ、D かな。口の形的にはさすがに ABC あれだと思うけど。不正解なの？何かがじゃあマグロってこと？あ、これじゃね？なんか黒マグロっぽくない？ B はマグロ。あ、マグロだった。カツオは世界中の温帯から熱帯海域に分布している魚で、温海性の外洋で回遊しながら小魚などを捕食し生息しています。本物の宝石はどれ？さすがに D かな。正解は D。 ダイヤモンドとピンクサファイアです。 A はラインスト、 B はプラスチック、 C はガラスです。57、レタスはどれ？ D かな。キャベキャベキャベだと思うけど。D が全てキャベツです。よかった。人間は考える足であるといった偉人は誰？哲学者？わかんない。 D だと思う。不正解。もわからん。 A。 正解。じゃあ B。 正解。じゃあ C。 C はパスカル。 A は古代ギリシャの哲学者アリストテレス。 B はドイツの詩人ゲーテ。 D は古代ギリシャの哲学者プラトンです。わかんないや。パスカルが言ったんだ。59、一番価値のある絵はどれ？C かな。あとはなんか子供が描いたような絵だと思いたい。正解は C。 A と B と D はただの落書きです。
ステージ60、一応今回でラスト。 A5 ランクの黒毛和牛はどれでしょう。さすがに A だと思うな。サシの入りがねいいのが A5 とかその階級が上がるので、さすがに A だ。肉屋の意地、正解。正解は B は綺麗に盛った赤身のお肉です。ということで、まあ一体何問正解したか分かんないけど、まあそこそこ正解したんじゃないかというわけで、前編はこの辺で終了です。それでは次回後編もよろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。